チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日はイタリア店でたくさん買ったこのスカーリアさんのアンチョビフィレを使って、あと玉ねぎですね、使ったシンプルなパスタを作っていきたいと思います。玉ねぎとアンチョビだけのシンプルなパスタなんですが、玉ねぎの甘みやアンチョビの塩気がちょうどよく効いていて、とても美味しいパスタになりました。とても簡単なので、ぜひ皆様も試してみてください。美味しそうだなと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオ、チビディアモー。